はい、ね、晴れましたね今日、今日はね、とうとうこの日がやってきたというか、エスプレッソライダーさんのねスタッカーの配布会、若洲海浜公園で行うということで、ちょっとね仕事の合間を見てちょっとお邪魔しようかなと思っております。いやー、なんかすごい人数集まりそうな予感がするんですよね。大丈夫かな、少しお声掛けできればいいんですけどね、いやー、まあすごくいい天気なんで、バイク乗ってるのもねすごい楽しい感じで、気持ちいい感じで、いい日になりましたね。そこバッチリ映るんですよね。半分鏡みたいなガラスなんで、サスペンションのねチューニングやってくれるあのお店がこの下なんですけどね、この MHP っていうあのお店、ずっと気にはなってたんですけど、この前実はですね電話をしてこのバイク持ち込んでいろいろ相談してきました。すごいね気のいいお湯さんだったんですよ、お店の人が。で結構もう、まあ、古くからずっとバイクいじってきてるみたいな感じで、ノーマルのサスペンションでも、オーバーホールというか、まあ、バラしていろいろバリ取りとかやって、まあ、モディファイっていうんですかね、そういうの、手掛けてるっていうことだったんで、まあこちらの要望を聞いて、いかようにもできるっていうねことをお話ししてて、で結構雑談なんかもね、気軽にしてくれるような人柄のいい親父さんで、すごい感じのいいお店でした。しばらく走ったら、まあ、当たりなんかもついてまた状況が少し変わってくるかもしれないんで、このノーマルのサスペンションも、まあでも前は倒立フォークついてるとはいえ、結構サスペンションに関しては本当にもう最低限のものでまとめてるんで、このバイクはその分価格もね安く抑えてあるんですけど、まあ当たりが出たからってどこまで良くなるかっていうのはちょっとまだ分かんないですけどね、ただノーマルサスのままでも上質な感じの乗り心地にすることはできるっておっしゃってたので、ちょっとねその辺期待して、計画練ってですね、お話いきたいと思います。お、MG、さあここからね、まあ多摩地区では有名な抜け道なんですけど、泉多摩川のあたりから二子玉川まで一気に抜けられるっていう、この道ないともうね仕事がうまく回らないというか、非常にいい道です。よし抜けたぞ、一気に二子玉まで行きます。
仕事がね一段落しましたんで、エスプレッソライダーさんのステッカー配布会の会場に向かいます。よいしょ。何気にね、東京ゲートブリッジが初めてなんですよね。 YouTube ではね何度か見てますけど。 DC OK、 さあ行くぞ。さてこのループジャンクションすごいですよね。ここの246と山手通り、山手トンネル、いやーしかしね、やっぱり持ち前のコミュ障魂がねちょっとうずいて、若干あれですよ、腰が引けてますね今ね。ちゃんと駐車場、バイクの駐車場にすら進入できるかどうか問題があるんですけど、まあ何も考えずにえいっと行ってみようとかと思ってます。そしてどこで降りるのかな、葛西で降りるのかな、新木場で降りるんですね。お、あとは沸かすこっちか。トラックが多いな、やっぱり物流の要のところだもんな、この辺は。いやもうすぐだな、果たして行けるのだろうか。ガラスのハートを持つ僕なんですけど、橋渡ってすぐ左か。おお、こういうところだ。へえ。ここなのかな。ちょっと行ってみよう。バイク置き場違うのかな、場所なんか違いそうだな。違うねこれ。うん、調べよう。 Google が一番だこういう時は。ちょっと違いそうだな、ゲートブリッジの方か。よいしょ、行ってみよう。うん、こんなとこ走ってたな、そういえば。シャーンと側道に行きつつ、ぐるっと回るのかな。ゴルフ場がある。二輪無料。よっしゃ。そしてR どこかな。お、集まってる。
すごい、めっちゃ集まってる。すごいな。ボタン押してないのを気づきまして、撮ってないのに一人でベラベラ喋ってました。はい、すごいね、気づくと恥ずかしいですよね。一人ごとずっと話してました。はい、エスプレッソライダーさんのあのステッカー配布、行ってきました。あの皆さんね、すごく気さくな方ばっかりで、もちろんエスプレッソライダーさんも、ね、結構、話ができて、まあ、ドキドキでしたけどね、動画もね、なんか見てくださってるっていうことをお話いただいて、ますますちょっとね、編集頑張ろうと思って、ちょっと思うよね。新たにしましたけど、すごいですね。でもなんか、多分エスプレッソさんの人柄なんでしょうね。すごい集まってて、でやっぱり元ブロガーさんも結構いらっしゃってですね、顔出ししてない方とかはね、本当分かんなかったんで、探り探りだったんですけどね。エスプレッソさんのね、横に深夜さんがいらっしゃって、バイクのロゼのまたね、気さくな人でしたね。直接お話しさせてもらって、なんか共通の趣味が見つけられそうな、やっぱりバイクってつながってるんで、もっとね、ちょっとお話ししたかったんですけどね、食事まで誘われて本当に行きたかったんですけど、ちょっと現場がね、今僕の絶賛炎上中なんで、ちょっと三軒茶屋の方に戻らなきゃいけなくてですね、活動地域もね、すごく似てるようなところだったんで、ぜひね、ちょっとあの 14R と深夜さんの姿見かけましたら、積極的にちょっと今後声かけさせていただきます。いろいろとお話いただいてありがとうございました。そしてね、重ねてになりますけど、楽曲ありがとうございました。音楽活動も頑張ってください。いや、本当に楽しい時間でした。良かったです。いや、帰りがけのね、映像が撮れてないっていう大失態ですね。またね、何をやってんだかっていう、残念。まあまあ、しょうがない。いや、でもなんか本当ね、元ブログ やってね、本当広がりましたね。本当ね、3ヶ月前の自分では考えられないですよ。曲
極度の、まあ、人見知りですからね、僕も。まあ、仕事はね、営業とかそういうのはお客さんと話したりとかするのは全然苦じゃないんですけど、まあ、新しいところをこう、ね、入っていって、そういう輪に入っていくのがね、本当に苦手でしてね、僕。なかなか、いや、いい時間でした。はい、それでは今回ね、あのエスプレッソライダーさんのステッカー配布会、行ってきましたということで、いやー、本当皆さんね、集まってきてた方、集まってた方、皆さんね、気さくな方で、やっぱバイクっていう共通項があるっていうのはいいですね。まあ特にね、趣味性が高いんですよね、バイクってやっぱり。便利なものじゃないんで、やっぱり好きじゃないと乗ってらんないっていうか、なんか自然とね、こうみんな皆さん笑顔で、楽しい時間がすごくしてましたね。いや、本当開催していただいてね、いいきっかけをくださってありがとうございました、エスプレッソライダーさん。まあこういうね、機会あったらちょっと積極的に僕もこのコミュ障を克服のためにちょっとね、積極的に行こうかなと。やっぱ行ってみるとやっぱ楽しいですしね、本当に。まあ、こういった元ブロガーさん同士のなんかイベントみたいのがこうあったらですね、できる限り僕もちょっとチェックしまして、積極的に行っていきたいなと今後とも思っておりますので、またね、動画でご紹介できたらいいなと思っております。それではまたね、動画でお会いしましょう。それでは、ご飯行きたかったです。本当になんでこうねまあ現場だからしょうがないね。次は必ず